一生は土屋智則さんです。橋本久和さんのグループで面倒を見てもらってます。でレーススタイルは思い切っていく方だと思います。フレッシュな出来事は自転車のパーツを買ったことです。今後の目標は A 級に上がることです。師匠所属グループは池永太選手のグループにお世話になっています。レーススタイルは冷静なレースをするところだと思います。フレッシュな出来事は最近福岡市内で行きたかったタピオカの専門店に行くことができました。今後の夢目標は若松の代表として少しでも結果を出すことです。